レスラフィオのコーチャラでのライブの実力が炎上してます。ここでレスラフィオのメンバーたちがまるで犯罪でも犯したような叩かれ方をしてるんですけど、本当に叩かれるべきなのはレスラフィオのメンバーたちじゃなくて所属会社のハイブかソースミュージックだと思うんですね。レスラフィオはボーカルじゃなくてパフォーマンスメインのガールズグループで、決して生歌が強いガールズグループではないし、ハイブは自分で直接レスラフィオを作ったんで、それぐらい分かってるはずなのに、無理やり生歌を歌うコーチャラにレスラフィオのメンバーたちを出してたんで、今回の件はハイブのプロデュースにミスがあったわけなんですね。でもハイブが何の根拠もなくレスラフィオのメンバーたちをコーチャラに出したかというと、そうでもなくて、皆さんが思うとそんなにめちゃくちゃ下手だったわけではないんですね。皆さんが見たはずの下手なところは、一番下手だったところを切り抜いて書き集めたもので、最初から見た人は分かると思うんですけど、どうですか皆さん、普通にできてると思わないですか？ルスラフィオンを下げるつもりではないんですよ。私はルスラフィオンが大好きです。でも正直ね、ルスラフィオンのライブの実力はベイビーモンスターやアイミックスのような鳥肌が立つレベルではないんですけど、それでもできるところを見てみるとそんなに叩かれるほどではないんですよね。私が毎回毎度常にいつもいつでも言ってることがあるんですよね。炎上したら必ず絶対にぜひとも全体を見るようにしてくださいよとね、ナヨンの時もウォニョンの時もジゼルの時もウンチャの時も、一部を切り抜いたその瞬間だけを見て、その後マンチ動画やアンチ情だけを見て、それが全てだと思って怒る人たちがいるんですけど、私はこの動画を見てくださってる皆さんでも全体を見るようにして、理性を持った21世紀の知性人として正しい判断をしてほしいと思ってるんですね。もちろんフィフティフィフティの件のような、知れば知るほど分かれば分かるほどやばく感じる場合もあるにはあるけど、大体は全体を見たら思ってったほど悪くない場合が多いんですね。本題に戻りまして、じゃああの下手な歌は何なのって思った方もいると思うんですけど、ルサラフィムは今回10分でもなく20分でもなく、なんと40分もあの激しい振り付けを踊りながら歌ってたんですね。そもそも生音が強いグループでもないのに40分も踊りながら歌ってたら、その間息が上がってまともに歌えなくなるところも出てくるし、どっちかというとああなるのが当たり前なんですね。ルスラフィオのメンバーたちはロボットじゃないからね。それでもね、どうしてもね、ルスラフィオを下げたかったりアンチしたい方はぜひともここまで来てください。ルスラフィオのように40分間やってほしいとは言いません。20分だけルスラフィオのメンバーたちと同じ振り付けを踊りながら歌ってください。その20分間息が上がることなく普通の状態と同じような歌い方ができたら、私が謝罪として土下座をする動画を投稿します。できなかったらその姿、息が上がって音程が乱れるその姿、動画にさせてもらいます。それぐらいの覚悟もできないなら誹謗中傷もやめてください。情けないからね。つまり今回も息が上がって体力的にしんどくなって、うまくできなかったところをかき集められて炎上したわけで、いつもの炎上と大して変わらない炎上だということなんですね。全体を見てたら普通に盛り上がれてたし、そこそこできてて、イギリスの音楽専門雑誌 NME はルスラフィオのコーチャラのステージを5点満点中4点だと評価して、ビルボードは2日目のコーチャラの最高の瞬間はルスラフィオのステージだったと評価したんですね。全体を見た音楽の頂点に立っている専門家たちが高評価をしてるのに、一部だけを切り抜いてかき集められたものだけを見た一般人が全てを知ったつもりで批判だと勘違いしてる誹謗中傷をするなんて普通に笑えますね。この人たちはアインシュタインに相対性理論が間違ってると主張することもできる人たちだと思います。それでもやっぱり個人的にはハイブとソースミュージックが許せないところがあって、なんで40分も踊り続けて歌い続けるステージにしたかってことなんですね。もちろんブラックピンクみたいに実力自体がめちゃくちゃ高かったら息が上がってる状態でも普通に歌えたりもするんですけど、冷静に考えてルスラフィオがブラックピンクのような実力を持ったグループではないじゃないですか。なのになんでステージを40分にしたかが本当に意味がわからなくて、その判断をしたハイブの関係者たちにもアンチたちと一緒に20分間踊りながら歌ってもらいたい気分なんですね。多分私が思うにハイブの関係者たちがルスラフィオのメンバーたちにできるって聞いて、ルスラフィオのメンバーたちは、はい、多分って言って、関係者たちは、やってみーって言って、ルスラフィオのメンバーたちは、一曲うまくできる姿を見せて、それを見たハイブの関係者たちは、もう一曲やってみーって言って、ルスラフィオのメンバーたちは、もう一曲うまくできる姿を見せて、それを見たハイブの関係者たちは、できるねーって言って、そのまま40分もやり続けるステージを作ったんじゃないかと思います。海抜200メートルの山を登るのと、海抜1000メートルの山を登るのって、全然違うのにね。ここで皆さんに分かってもらいたいのが、ルスラフィオは任天堂スイッチ、エンミックスはハイエンドパソコンみたいなもんで、両方とも使用用途が違うということ
なんですね。パッと見ハイスペックなインミックスがルスラフィムを上回ってるように見えるんですけど、スーパーマリオがやりたい人はスペックが低くてもニンテンドースイッチを選ぶように、アイドルも同じで実力だけが全てではないんですね。もし実力が全てなら、アイブやニュージーンズがベイビーモンスターやキスオブライフより人気になることはできないし、実力以外にもスター性やビジュアル、人柄などそのグループだけの魅力があるんで、結局どうやってファンたちを引きつけるかが最も重要なんですね。なんで今回の実験を私はどう思ってるかっていうと、スーパーマリオをやるためにニンテンドースイッチを作ったはずなのに、そこにハイスペックのゲームを無理やり入れてニンテンドースイッチに株価がかかってしまった実験だと思うんですね。ルスラフィオの場合も15分ぐらいで終わるか、長くても20分以内だったら今回のように炎上することなくファンたちにも楽しんでもらって使用用途に合ったステージになれたと思うんですけど、無理やりスペックに合わないゲームを起動させようとするからエラーが出たわけなんで、ハイブやソースミュージックは今後からはこういうところをちゃんと考えて二度と炎上しないようにしてほしいなと思います。最後に誤解されないためにもう一度言っときますけど、ルスラフィオのスペックは他のハイスペックグループと比べて低いと思ってるとして、ルスラフィオがそのグループより劣ってると思ってるわけではないんでね、誤解はしないでください。私はルスラフィオが大好きです。皆さんはどう思ったんでしょうか？皆さんの意見もコメント欄に残して、概要欄から日刊交流会にも参加してください。ご視聴ありがとうございました。